チャオこんにちは。今日もパスタ作っていきましょう。今日はスパゲッティアラカプレーゼ、カプリ風の冷製パスタを作りました。日本の冷製パスタとやや作り方が違います。とはいえ大変美味しくできました。それではご視聴よろしくお願いします。まずトマトを準備します。なるべく真っ赤に熟したものを用意してください。トマトの美味しさがこの料理の土台になっています。小口サイズにカットしていきます。今回はこの中華包丁をちょっと買っちゃいました。なかなか使いやすくておすすめですよ。サクッと切れるよね。はい、次にモッツァレラチーズを一玉用意します。これもトマトと同じく一口サイズにカットしてください。カットしたトマトとモッツァレラチーズをボウルに移したら、バジルの葉をちぎりながら入れます。香りが良くなりますよ。次にちょっと塩を振ります。続いてペッパーをかけます。アンチョビペーストは1人前6センチぐらい。もしフィレを使う場合は2、3尾ですね。これはバジリコオイルというバジルのフレーバーオイルです。これらを混ぜ合わせてソースにしていきます。パスタを入れていきます。いつものようにパスタの塩分濃度は 1.5% 程度を目安にしてください。今日のパスタは太さ 2.2 ミリのパスタマンチーニを使わせていただきました。標準ゆで時間は12分となっています。ちょっと味にコクを出したかったので、これは野菜のブロードだよね。野菜のブロード、有機栽培の野菜のブロードの顆粒を使います。これでさらに美味しくなるな。よし、ちょっと味に味を見てオリーブオイルを足したり塩を足したりしましょう。うまっ。パスタが茹で上がりました。パスタは茹で汁を入れずにそのまま入れてください。また冷水で冷やしたりもしません。そのまま混ぜ合わせていきます。だいたい1分から2分ぐらいソースとよくなじませるように混ぜていきます。この間パスタ少し冷めますけども、それがこの味の特徴です。さあ、美味しく出来上がったみたいですね。はい、最後にレモンオリーブオイルを振りかけます。これはレモンとオリーブを一緒に圧搾したもの、そして大葉が残っていたので大葉も散らして混ぜ合わせました。あとは盛り付けですね。細長いトングでくるくるっと巻くと綺麗に巻けます。今日は透明のお皿を用意させてもらいました。夏らしくていいでしょ。はい、さらにまたオリーブオイルをファン仕掛けて、最後バジリコの葉を散らしたら完成になります。今日は暑いけどテラス席が気持ちよさそうなんで、テラスでいただきます。
はい、では今作ったカプレーゼのパスタね、いただきたいと思います。どうでしょうか。温かさと冷たさが融合したパスタでございます。これはね、夏ならではのパスタだね、これね。めっちゃうま。パスタはあったかいんですよ。トマトもちょっと生あったかい。でもなんかそのバランスがね、この暑い日にちょうどいいんだよね。普通冷たいじゃん、冷製パスタって。あれってちょっとたまにお腹痛くなることあって。僕はどっちかというとこういうちょっと生あったかい系の方が好きです。これはうまい。はい、ごちそうさまでした。以前にね、アマルフィ海岸風のスパゲッティっていうのを作りました。これは何かというと、コラトゥーラ、魚醤ですね、ショッツルとか、ナンプラーみたいな食材なんですけど、それとニンニクとレモンだけっていうパスタなんですよ。で、それの作り方がね、今日の作り方に非常によく似ていて、冷たいソースにあったかいパスタをぶち込んじゃうわけですよね。これは冷製パスタの作り方とよく似てるんですけども、まあ、その日本でよく言う冷製パスタっていうのは、パスタを一回もう水でキンキンに冷やしちゃうわけですよ。フェデリーニとかカペリーニとかそういう細いパスタでね。で、まあ、そいつを今日のような冷たいソースにあえて作るわけなんですけども、あったかいパスタを冷たいソースと絡めて生ぬるい感じで食うっていう、いわゆるまあぶっかけうどんみたいなね、そんな食べ方っていうのはやっぱり性に合うのかなと思いました。大変美味しかったです。ちなみに前回作ったアマルフィ海岸のパスタ、そのアマルフィっていう場所と今日作ったカプレーゼ、つまりカプリ島風のパスタっていうね、このカプリ島とアマルフィっていうのは、まあ、非常に近い場所にあります。だいたい船で1時間半かかるかなぐらいかな、そんな近い関係なんで、やっぱりこの作り方もよく似てるわけですよね。夏によく似合うパスタでね、ほんと美味しかったよね。びっくりしました。ということで今日は、イタリア人シェフに教えていただいたスパゲッティアラカプレーゼをお届けいたしました。この動画見ていただいて、気に入ったらチャンネル登録とかいいねボタンとか高評価とかよろしくお願いします。また次の動画でお目にかかれたら嬉しいです。ではまた。チャオチャオ。チャオ。チベリアン。チャオ。